巨人 A クラス入り確定おめでとうということでね、まあこれをアップしてる頃は余裕の B クラスなんで何言ってんだっていう風に言われるとは思うんですけど、 A クラス確定ですっていうのも、まあ、開幕前は4位予想にしてたんですよね。まあなんでかっていうと先発足りないし、大勢につなぐまでの中継ぎもいないし、これは厳しいだろうなっていう風に思ってたんですよね。でもとはいえ打線はヤクルトと張り合えるぐらいいいから、まあ5位6位にはならないだろうけど4位かなっていう風な印象は受けてたんですけど、この時のなんていうか印象からガラリと変わりましたよね。今年去年のまま地続きで来るかななんて思ってたんですけど、今年はいけるんじゃないかなっていう風に今になって思ってます。この5月上旬になって、でなんでかっていうと、ちょっとずつこういう希望を持てる布陣になってきましたよね。巨人はまあ優勝なり上位に入るには必要不可欠な要素というか、優秀なセンターラインと優秀な中継ぎが必要になってくるとは思うんですけど、そこがちょっとずつ揃うようになってきましたよね。巨人が連覇した時、カープ3連覇した時もそうですけど、センターに丸がいてしっかりと攻守の要でやってたこのセンターラインのセンター、丸がコンバートした後のセンターっていうのは課題だったわけですけど、ここがブリンソンが入ることによって解決しそうですね。センターブリンソンってなんか補完もするし走塁ミスもするし上位にしたら打たなくなるし、なんかどうなんだみたいなところはありますけど、一応データで見たところの守備範囲の指標 UZR の指標は数値はどうやら高いみたいですね。だからこのブリンソンの使い方ですね、使い方さえうまいことやれば上位になれるでしょうね。うまいことやるっていうのは少なくとも前半戦だけは下位で使うというかね、こういうのをやっていけば上位に十分いけるでしょうね。でまあ他のねセカンドショートキャッチャーはまあ大城が素晴らしいですし、セカンドショートはまあ日替わり、まあまあ日替わりなのかな、坂本がねちょっとずつ良くなってきて、セカンドは広岡を使ってみたり吉川を使ってみたり門脇だったり中山だったりね、いろいろ出てきましたよね。ある程度揃ってきたと。でさっき言った必要不可欠なもう一つの要素で優秀な中継ぎ揃ってきたっていうのはねでかいですね。大勢につなぐまで去年結局なんか決まらずに、そんなに大勢のセーブ機会があまり与えられずにっていうところで後半ガクッと失速しましたけど、ここは今直江と田中千春を使うことで上がってきそうですね。っていうのもこの使う中谷8回使う選手を決めたことでマシンガン系統をやめましたよね原監督。ここがやっぱり大きいですね。この僕自身はまあマシンガン系統が大好きなんで絶対にやめないでほしいんですけど、巨人が強くなるためにはやっぱりマシンガン系統はやめなきゃいけないですよね。なんとかこのマシンガンをやめれるようになってきたと。あ、いつ再発するか分かんないっていう禁断症状出ちゃいますから、いつ再発するか分かんないですけど、まあ、今のところはやめれてると。ここもめちゃくちゃでかいですね。よく最近打定のセリーグって言われてるけど、いろいろ課題としてあるバッティングはね、とりあえず、ね、去年からヤクルトと十分殴り合えるような良い打線になってますから、セリーグの中ではね、DeNA と上がってきた場合のヤクルトとそのあたりと十分戦えますよね。リーグナンバーワンクラスで言っていいんじゃないですかね。打線はここはもう心配してないんですよね。ある程度まあ大丈夫だろうと。ただまあマシンガン大好きって言いましたけど、原さんがよく打順変更するんで、マシンガン打順変更がよくあるんで、毎日打順変更してるんで、そこだけちょっと不安要素あるかなっていうぐらいで、とりあえず大丈夫ですよね。打線もいいと。でやっぱり坂本と丸が上昇気配がしてきたっていうのは本当でかいですよね。4月の中旬ぐらいまではもう目も当てられないような状況というかね、なかなかヒットも出ない中、なかなか厳しい状態だった中で、これ一回当てを使うなりしてちょっと休ませながら使うことで調子戻ってきましたよね。3番で使ってみてもいいかななんていう状態に2人とも徐々になってきましたよね。ここはまずでかいですよね。やっぱりなかなか若手ショート若手候補何人かいますけど、若手だけで乗り切れるほどなかなかまだ力もついてないでしょうし、やっぱり坂本の力はまだ必要でしょうから、ここはやっぱでかいですよね。だからこれで丸がねもうちょっと上がってくればもっと良くなりますよね。今丸が上がってくると、今オコエがいい感じですけど、このオコエを休ませながら使えるんですよね。そこもでかいですよね。ここをうまいこと併用していければ攻撃力ずっと保っていけますよね。そこがまあでかいですよね。ベテランに差し掛かってきてる坂本丸のこの使い方が原監督素晴らしかったですね。ここがでかいですよね。でまあ現代野球の優勝に不可欠な、まあ、中継ぎとセンターラインってまあ言いましたけど、僕まあ差が出やすいのはセンターなのかなって思うんですよね。セカンドとショートはあまり差が出ないんじゃないかって、その中で差を出せてる坂本とかは素晴らしいですけど、基本的にはそんなに差は出ない。どこのチームもまあまあ守備がちゃんと上手くて、まあ、打撃もそれなりにみたいな選手が揃えれるんで、そんなに差は出ないのかなっていうふうに思ってるんで、ここでセンターブリンソンが巨人の2連覇した時みたいに丸がハマったみたいに、このブリンソンが長いこと出れるようになるといいですよね。でまああと両翼の層が厚くなりましたよね。このフットボーカー秋広でライトオコエと丸を、ライトが2枚ライトレフトで2枚ずつ候補がしっかりしたのが出てきて、まああと梶谷とか控えてますけど、いくつ人か
ここがまずしっかり揃ってきたっていうのが、両翼の層が厚くなるとやっぱり攻撃力出すためには、攻撃力の厚み出すためにはやっぱり必要な要素ですから、ここ めちゃくちゃ大きいですよね。この2人が出てきたっていうの A クラス確定とは言ったんですけど、このままだと優勝はさすがに厳しいかなっていうところはあるんですよ。 DNA がいい感じで、まあまあどこにかもおられるかもわからない中で、まだもうすぐ30試合なんていう状況で、まあ、優勝いけるとはなかなか思えるような状況ではないですよね。実際東京ドームとか神宮とか、この狭い球場、狭めの球場ではうまく戦えるでしょうけど、このね甲子園でありバンテリンであり、このね今度広い球場になった時にうまいこと戦えるのか、まあ、特に甲子園ですよね。バンテリンは置いといたとして甲子園で掘りこぼす可能性がありますから、まあ難しいなっていうところと、まあ優勝するにはもうちょっと先発必要かなっていうところはありますよね。先発の力、多少中継ぎが良くなってきたとはいえ、やっぱり先発が全員5回しか持たないなんてことになったらきついですから、ある程度長いイニング期待できそうなのが現状戸郷とグリフィンぐらいかみたいな感じにちょっとなってきてはいますから、ここがちょっと難しいなっていうところで、でもうすぐ菅野が復帰してきますけど、ちょっとまだ1回もまだ投げてないんで、1軍でちょっと未知数ですよね。今年どうなのか、ここが菅野がハマってくればまだまだ面白くなってくるでしょうけど、まだ分かんないなっていう。でもっと言うとマシンガン系統をやめたって言って言いましたけど、いつまあマシンガン再発するか分かんないですよね。原監督も負け展開でマシンガンしちゃうのは多少しょうがないですけど、8展開でね、この7回8回2点リードとか、このリード展開の僅差な場面でガンガンマシンガンとかやってたら、リリーフ陣疲弊して落ちていきますよね。これ、まあ、ここ2年の負けパターンではありますよね。巨人の8展開でもマシンガンやっちゃう、5回ぐらいからマシンガン始めちゃって落ちるみたいな典型のパターンみたいになってきてますから、そこは気をつけられるかどうかですよね。そこが何とも言えないですよね。でここからはまあ優勝する方法みたいなところになってくるんですけど、巨人が優勝する方法というか、もう今ちょっとずつ DNA が強いのかっていう風になってきてるんで、最近ねセリーグ去年はヤクルトが独走しました、一昨年は阪神が独走しました。結構セリーグって5月ぐらいにもう独走し始めるチームがここ数年まあ出てきてるんで、なんとか打倒横浜する方法みたいなことですよね。横浜にどうやって勝ったらいいのか、優勝したいならどうやって勝ったらいいのかっていうところになってきますよね。でそのまあ巨人が打倒横浜する方法ですけど、ヤクルトをとにかく真似たらいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。っていうのもヤクルトと巨人ってまあまあ似てるなっていうふうに思うんですよ。まずチームの長所と短所ね、チームの長所と短所。ヤクルト本来連覇した頃は打線がめちゃくちゃ良くて、打線の力が主に強くて、それでヤクルトの長所は打線の力と中継ぎですよね。巨人はまあここ2年中継ぎの力がちょっと弱かったですけど、打線打力重視のチームですよね。なんで打力重視かっていうと、まあ神宮と東京ドーム狭くて攻撃オフェンス重視の球場ですから、狭いホーム球場でまあそういう戦い方、神宮特化型の戦い方になってはくるんですけど、それと同じようにジャイアンツも打力重視で、去年なんて20本カルテットなんて言ったりして、みんなね長打が出るといいチームになってるわけなんですけど、で短所も似てますよね。短所はヤクルトも巨人も先発がちょっと弱いですよね。先発が5回でいっぱいいっぱいみたいなピッチャーが多い、ヤクルトもそうですよね。でもヤクルトはなんで勝てたかっていうと、中継ぎが充実してるから、勝ちパターンが何人もいるから。ジャイアンツは今3人ですけど、ヤクルトは5人、5人から6人もうちょっといるのかなとかいるわけですよね。ヤクルトを真似ろっていうのはそういうことで、直江と田中と大勢ですよね。勝ちパターン7回8回9回、ここを9回は大勢1人でいいと思うんですけど、7回と8回を2人ずつ用意できたら、これ5人になりますよね。7、2人、8、2人、9、1人、2、2、1で5人になるんですよね。この5人をいち早く作ることができればもっと上昇できると思いますね。これが例えば大江なのか高梨なのか、もうすぐ復帰してくる中川なのか分かんないですけど、ここを今2人ようやく見つかった、2人見つかったのとてもいいんで、これが継続できれば CS はいけると思うんですけど、優勝するためにはもうあと2枚欲しいっていう、この4枚、4+1、4+大勢、5人と大勢にできるようになるとだいぶ分厚くなるなっていうところですよね。さすがに今から先発で横浜に勝つのはまあ無理なんで、ここはもう諦めた方がよくて、横浜もういい先発8人とかいるし、もうバウアーも出てきて、もうさすがに先発の力で勝つことはまあ無理なんで、なんとか中継ぎとバッティングで勝ちたいですよね。バッティングはまあ横浜もいいですけど、なんとかそこで勝ちたいですよね。バッティングも一個一個一ポジションずつ見ていったら、バッティングの力だけで言えば横浜に十分勝てるんですよ。その組み方も含めて、打線の組み方、横浜があの2番バッターにちょっと遊んじゃうところがあるんで、横浜って日替わりであんまり決まってなかったり、でそこは勝てるんですよ。そこの辺は原監督の方が打線の組み方はしっかり分かってる監督なんで、そこの辺は心配はいらないと思うんですよ。そうですね。だから中継ぎでうまいこと中継ぎの枚数を増やす、勝ちパターンで枚数を無理やりにでもまず1回増やしてみるでテストしていく、増やしていくことと、でもう1個ヤクルトを真似ろっていうところは、ヤクルトってキャッチャー基本的には正捕手中村ですけど、内山を使ってみたり古賀を使ってみたり、いろいろ試してるじゃないですか若手を。ここも大城を、当然大城が正捕手なんですけど、一番セリーグで見ても一番いいキャッチャー大城って思うぐらいいいキャッチャーだと思うんで、基本的には大城でいいんですけど、6試合あったら1試合は少なくとも
他のキャッチャーを使うっていう、1年間戦っていくためにお城の力はシーズン通して必要なんで、ポイントポイントで休みを与えていく。なんで、まあ休みを与える方法はあると思うんですけど、大量リードの展開の7回とかで変えて8球を小林使ってみたりとか、ようやく今山瀬であるとか岸田であるとか、ようやくそろそろ使ってみたいなっていう選手がちょこちょこ出てきてるんで、第2キャッチャー第3キャッチャーの辺をテストでスタメンで使ってみるとか、4月は終わったんで5月6月7月頭ぐらいまで、そこまでプレッシャーのかからない今のうちに、まあ、山瀬ですね、主に山瀬を試してみるっていうことですね。ヤクルトが内山とか古賀を試したように、ここはそんなにもう今キャッチャー1人で143試合いける時代ではなくなってきてますから、キャッチャーの負担的にもね、ここは大城のスタメン試合をまあ110から120ぐらいにするみたいなイメージでやっていくといいと思いますね。あくまでこれは目的は大城の1年を通じてのまあ調子維持みたいなことですね。ここは真似ていくと。坂本の起用のペースもようやく今坂本も上がってきて、丸も上がってきてるんで、ここはペースをちょっと、例えば6試合ある中で4試合から5試合スタメンで使っていく。坂本も丸も6連戦全部出ずっぱりにはしないような工夫、そろそういう年齢にもなってくるんで、ショートとかショートで使うならまあなおさらね、1つずつ4試合5試合とかで使っていくみたいな風にするといいと思いますね。あと夏場に松田を上げるってことですね。ジャイアンツが優勝したいならやっぱり松田がいればチームのムードも良くなりますから、夏場疲れてきてムードがちょっと悪くなった時にやっぱりポイントポイントで松田を入れていくっていう、ここは1個やっておくといいと思いますね。ここはとてもおすすめします。で、あと横浜にも穴があるみたいなことですよね。横浜だって穴はあります。まあさっき言った2番の組み方もちょっと怪しいし、2番強打とかやっちゃってるし、1番強打だ林だとかいろいろやってみたり、ショート使ってみたり、そんな打力の良くないショートを使ってみたりとかしてるんで、この辺にも穴がありますから、なんとかなります。強いけど横浜。センターラインの打力ですね、横浜の弱点は。センターラインの打力。1年間安定して打撃を期待できるのが牧しかいないんですよね、横浜って。今、横浜ショート打ててないじゃないですか。ショート打てない。で、今打ててるんですよ。センターもキャッチャーも、戸柱だ、山本だ、伊藤だ、キャッチャー打ててる。で、センターも桑原が打ててる。この2つのポジションがめちゃくちゃ生命線で、横浜今なんとか打ててるんですけど、ここが、もし崩れるなんてことになれば、一気に横浜は頻打に進んでいくんですよね。セリーグ増してピッチャーがいるんで、ピッチャーが打席に立つんで、センターラインの打力がとにかく大事になるんで、なかなか、これ、センターラインが全員打てないってなると、ファーストとサードとライトとレフト、4人だけで点取らなきゃいけなくなるんで、ここ難しいんで、今、牧はいますけど、ここがセンターライン打てる人数が4分の1になった、牧だけしか打てないみたいな状況になった時に、ようやく横浜がちょっとずつ落ちてくるかなっていうとこになってくると思うんですよね。横浜が落ちてくるとしたら、ここがキャッチャーとセンターが打てなくなる日ですね。ここが崩れたら大変なことになると。巨人は、それで言うと、キャッチャーまず大城が打てます、ブリンソンが打てます、で、坂本が休ませながら使ったらおそらく打つだろうと、4分の3打てるんですよね。うまいこといけば吉川も打てるようになるんですよね。だから巨人センターライン打てるんですよ。先発は負けてますけど、ここでは勝てるんで、全然打ち勝つことはできるんですよね。これはこれに関してはヤクルトも同じことが言えますけど、このヤクルトもセンターライン打てるんで、大体じゃあ中村セカンド山田センター塩見が帰ってきたらの話ですけど、まあショートがまあ長岡なんで、ここちょっと上がってきたらいいですけど、ここはまあ4人中3人打てればもう十分いいんで、1番と9番がちょっと打てないなとか全然しょうがないんで、こんなことは全然ある話なんで、ここはいいとして。なんで、ヤクルトも塩見がいるんで、しっかり状態が上がってきたら、山田もいて、キャッチャー中村も安定して打てるなんていう状況になったら、ヤクルトも上がってくると思うんですけど、ジャイアンツと同じ理由でね、ここは、ジャイアンツと結構似てるんで、ヤクルト。上がってくるんじゃないかなとは思うんですけど、マクガフがいなくなったところで、田口が抑えになって、これがどうなるかっていうのがまだ未知数なんで、ここが、ヤクルトは田口、ジャイアンツは、体制っていうので、この差が出るんじゃないかっていう風な予想なんですよね。そこがこの2人が結構鍵になってて、田口は特に鍵ですよね。ヤクルトにとって今年初めて守護神になって、ここはこの影響で取りこぼしがもし多くなるようなことになれば、ヤクルトは下がってくるってところですよね。差で言うとそんなにないんですよ、ヤクルトとジャイアンツって。本当はジャイアンツが中継ぎ良くなりさえすれば、そんなにヤクルトと変わらないとになってくるんで、ここ注目ですね。まだどうなるか分かんないですね。だからここに関して、ただ実際 DeNA は先発が去年より格段に良くなったもあるし、去年中継ぎ酷使してますけど、先発が格段に良くなった分、去年と同じぐらい中継ぎを酷使する必要がどうやらなくなりそうなんで、やっぱり DeNA に資格は少ないですね。なんで優勝する方法は言いましたけど、まあなんだかんだ厳しいだろうとは思います。で、まあ結論、いろいろ言いましたけど、結論はなんとかマシンガン系統をやめないでくださいっていうことですね。大好きなんで、それだけですかね。一番野球見てて楽しい気持ちになるのって、やっぱりマシンガン系統を見てる時なんで、そんな A クラスなんていいじゃないですか。 B クラスでもいいんで、マシンガン系統はやめないでください。それだけです。いろいろまあ5択は並べましたけど、一番言いたいのはそれです。強くなろうが弱くなろうがどっちでもいいんで、巨人なんて。マシンガン系統はやめないでください。以上、いわゆる野球観戦あるある高木理茶でした。ありがとうございました。